天皇陛下の胃袋をつかんだ雅子さまの得意料理。今回ご紹介するのは、天皇ご一家をはじめとする皇室の方々のお食事、お料理エピソードについてです。料理番もいるのに、雅子さまはどんなものを作ったりするの？天皇陛下のお好きな料理とは？そんな皇族の方々の生活に密接するお料理事情を、主に天皇陛下や雅子さまにまつわる微笑ましいエピソードとともに丁寧にご紹介していきますので、ぜひ最後までご視聴くださいね。雅子さまは料理も上手。皆さんもご存知の通り、雅子さまには真面目で知的なイメージがあります。一方で、あまりにも完璧な雅子さまには何か苦手なことはないのだろうか、例えば料理は苦手だったりするんじゃないだろうか、なんて思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、雅子さまはかねてよりお料理にも興味を持たれていらっしゃいました。それもご結婚が決まったからという花嫁修行が理由ではありません。外交官として日本文化を知っておきたいという何事にも一生懸命取り組まれる雅子さまらしい理由からでした。外交官試験に合格された若かりし頃の雅子さまは茶道や日本料理を学ばれました。雅子さまに茶道を教えていた平野先生は、雅子さまのことを、しっかりなさった方で覚えが早かったと感心されていて、また雅子さまは再び留学する際にお休みする挨拶を平野先生にされたのですが、その際、無垢下蒼胆の鉢植えを先生に贈られたそうです。蒼胆といえば日の丸という品種の別名で、白い花弁で底部だけが鮮やかな紅色の一重咲きの花を咲かせます。千利休のお孫さんの千の蒼胆が愛したと言われ、この品種だけが茶花として珍重されているのです。そんなお茶にちなんだ花木を贈られた平野先生は大変喜ばれ、雅子さまならお茶の精神を忘れずにやっていかれると頼もしく感じたそうです。雅子さまのきめ細やかなお心遣いは、お若い頃からすでに開花されていたんですね。また日本料理もお勉強されていた雅子さま、銀座にある日本料理店で雅子さまに日本料理を教えていた現在は中野の割烹和花の店主山田さんは、当時の様子を次のように語っています。外務省に入られると海外に行く機会もあるため、日本料理を学んだ方がいいということで、雅子さまは料理サークルイカロス会にいらっしゃいました。86年の暮れに初めてお会いした時は、常識があって若くて綺麗な方だなと思いました。最初は我流だった包丁の持ち方からお教えしました。具材の切り方から出汁の取り方、魚のおろし方までをプロに教えるのと同じ指導で、料理は焼き物、煮物、鍋物など計21品。雅子さまはとても熱心にメモを取って学ばれていました。物覚えがよく、センスも良かったですね。とのことで、お料理においても雅子さまの努力家かつハイスペックさがうかがえますね。そんな雅子さまですが、実は日本文化に携わるという意味では、これよりも以前から積極的に活動されていて、ハーバード大学時代にもご自身が立ち上げた日本文化クラブで、日本文化に親しんでもらう企画として、日本の言葉や伝統、習慣を説明し、音楽や伝承遊びなどの文化を紹介、自ら海苔巻きやお茶を振る舞ったりもしていたそうです。班長や級長など長のつくものはやりたがらなかったという雅子さまですが、このクラブ活動は使命感のように積極的に活動されていたと当時の友人は語ります。幸いにも教育を受けることができたものは、海外に日本の伝統を伝える使命のようなものがあるともおっしゃられた雅子さま。このようなお考えが皇室へ嫁ぐ際にもご自身の背中を後押ししてくれた信念のようなものになったのではないでしょうか。天皇陛下も舌包み、雅子さまの手料理を支えるもの。普段天皇ご一家のお食事は宮内庁の大膳課が担当していらっしゃいます。それでも赤坂御所には雅子さま専用のキッチンがあり、3度の食事に付け加えられるような形でお料理をなさるそうなんです。
やはり雅子さまはお料理をなさるのがお好きなんでしょうね。得意料理は風呂吹き大根だそうで、さすが日本料理を習われていた雅子さま。雅子さまのお料理といえば、新婚当時、徳仁親王に何を作られたのか気になりませんか？天皇陛下は無類のカレーライス好きで有名ですね。新婚の女性ならば、夫の好きなメニューを作ってあげたいというような方も少なくはないと思うのですが、雅子さまもまた同じように考えられたのでしょう。天皇陛下が皇太子時代だった頃の料理番渡辺誠さんは、その頃のエピソードを著書で次のように書かれています。ある日、徳仁親王から渡辺さんのもとに電話がかかってきます。雅子が料理を作りたいと言っていますので、手助けをしてもらえますか？渡辺さんが承諾すると、大膳下の調理場へいらした雅子さまは、ご自身のエプロンとレシピノートも持参。メニューはインド風チキンカレーとオニオンスープ、そしてサラダです。雅子さまがお作りになったオニオンスープを渡辺さんも試食すると、思わず、美味しいと声を上げてしまうほどのレベルで、チキンカレーの方もカレールーを使わず、カレー粉に数種類ものスパイスをご自身で調合し、クリーム仕立てにされた本格的なインドカレーで、試食した渡辺さんは、インド料理のプロが作ったみたいだと大絶賛。非常に奥深い味わいだったそうです。それをお召し上がりになった徳仁親王の喜ばれる姿がありありと目に浮かぶようです。また渡辺さんは、雅子さまが玉ねぎを刻む際の包丁の持ち方で、雅子さまがプロから料理を教えてもらった経験があることを見抜いたそうなんです。やはりプロの人から見ると、そんな小さな仕草からわかるものなんですね。それからも雅子さまは機会があればお料理をなさっていて、徳仁親王が初めて雅子さまの実家へと遊びにいらした際には、パエリアを振る舞ったのだとか。また雅子さまが皇太子妃だった頃、当時の天皇皇后両陛下だった上皇上皇后両陛下が国際親善のために訪れていた海外からお戻りになった際には、チーズケーキを焼いてお届けになったことも。きっと上皇上皇后両陛下も雅子さまのお気遣いに疲れが飛び喜ばれたに違いありません。さらにお弁当作りも楽しまれていたようで、愛子さまが小学生の時には、黄色いひよこのお弁当箱にきれいに切り揃えられた三角形のサンドイッチ、そしてウインナーとミニトマトやパセリなども添えられている、非常に色彩豊かで可愛らしいお弁当を作られたこともあったそうです。そんなお料理好きの雅子さまのレパートリーを支えていらっしゃる大事なものがあるそうなんですが、皆さんはそれが何なのかご存知かもしれませんね。そう、雅子さまにはお手製のレシピノートというものがあるんです。皆さんも使われる普通の大学ノートにとても細かくメモがしてあって、調理法から食材まで英語やフランス語を交えながら書かれているそうです。きっと既存のレシピをいろいろとご覧になられ、その中で気に入ったものや、なるほどと思われたことを書き記し、組み合わせられ雅子さま流のレシピが出来上がるのでしょう。そこには雅子さまの勉強熱心さが現れていますし、料理に真摯に向き合った結果がこの自作のレシピノートなのではないでしょうか。ぜひとも拝見してみたいものですね。紀子さまのお料理へのこだわりに不満の声。前の章で大膳下の話が出ましたが、天皇ご一家以外の宮家で食事の準備をする料理番は大膳下とは言わず、あくまで宮家の議官として雇われています。そしてある宮家で仕えていた元料理番が過酷な労働状況だったことを2015年の夏に告白しました。元料理番が仕えていた宮家、それは秋篠宮家でした。元料理番の話によれば、秋篠宮家の中でも紀子さまが一番神経を尖らせていて、職員に対して厳しい態度を取られていたのだとか。陛下の相談相手の宮内庁参与とのご懇談の席で、紀子妃殿下は家屋の修繕などの陳情をなさったり、宮廷の職員、果ては高級警察の担当官についても、お仕事ぶりがよろしくないのでどなたかに変えていただけませんかと
単刀直入におっしゃることがありますと家庭を思うがゆえ、紀子さまによる職員に対する干渉や叱責があったということです。また紀子さまは献立の最終チェックもされ、料理に対して相当な神経を使っておられるようで、高い頻度で厨房をチェックされていたといいます。料理番へのご指摘の内容からも、料理はかなりの腕前をお持ちなのではと察したそうです。それは子供たちへのお弁当作りの時も顕著に現れていたようで、メニューは紀子さまが細かにご指導し、料理番に作らせていたといいます。また普段のお食事の時も、猫舌の秋篠宮文仁親王のスープは冷まして、しかし紀子さまの分は熱いうちにといった細かな指示まであるようなんです。さらには紀子さまの逆鱗に触れた料理番が解雇されたなどという報道もありました。このように秋篠宮家には職員が辛労で辞めたとか、秋篠宮家はブラック企業だなどという話題がよく出てくるように思います。とはいえ、このようなバッシングというものは一つ出れば二つ三つと出てくるものですし、どこかで真実がねじ曲げられて伝わることも多々あるものなので、全てを鵜呑みにする必要はないと思うのですが、このような不満が表に出てきてしまうということは、何かしら紀子さまの言い方なりやり方なりがうまく伝わっていなかったというようなすれ違いはあったのかもしれません。一方で家族の栄養管理をしっかりしたいと思うのは母親として当然の考えですし、紀子さまの家族を思いやるお気持ちが時として過剰に見えてしまうこともあるのかもしれません。家族のことを考えるあまり周りが見えなくなってしまうことは誰にでも起こりうることですので、気をつけたいですね。最近の紀子さまは体調が優れないといったご不調を訴えられることも多くなりました。国際親善に携わっていらっしゃる皇族の方々には気持ちよくご活動していただきたい。そのためにも食事は楽しく召し上がった方が活力になるものだと思います。上に立つもの、下で支えるもの、それぞれが互いに敬意を払いながらすれ違いのない環境でいられることを願うばかりです。天皇陛下が愛した登山とカレーライス、雅子さまと共に。皆さんは天皇陛下は山がお好きということをご存知でしょうか。登山以外にも体を動かされることも大好きでいらっしゃいます。また山小屋の食事といえばカレーライスを出すのが定番なところも多く、天皇陛下のお好きなものが揃っているといった意味でも登山がお好きなのかもしれませんね。天皇陛下といえば昔から健脚で有名で、登山をされていてもハイペースで頂上を目指すスタイルでいらっしゃいました。なので出会った登山客とはほとんど会話をすることがなかったらしいのですが、雅子さまとご一緒に登られるようになってから変化が見られたそう。いつもならトップギアで登られるのに、雅子さまのペースに合わせてゆっくりと歩かれるようになると、自然と他の登山客とも会話を持てるようになり、天皇陛下ご自身から積極的にお声をかけられるようになりました。雅子さまとご一緒されることで今までとは別の楽しみを見つけられたのでしょう。そんな天皇皇后両陛下にはカレーライスにまつわる微笑ましいこんなエピソードが。お二人がご結婚されてから2年後の1995年、ご一緒に東京都の最高峰である雲取山へと登られた時のことでした。お二人が休憩された雲取山荘でもやはりカレーライスが出てきました。当時雲取山荘の主人だった新井慎太郎さんの話によれば、事前に宮内庁へ食事は何を出せばいいかと確認したところ、カレーでお願いしますと言われたといいます。手軽なカレーでお気遣いになられたということももちろんおありなのでしょうが、やはりカレーライスがお好きだということも根底にあるような気がしますね。また新井さんは当時皇太子だった天皇陛下と雅子さまの微笑ましい姿も拝見したといいます。量が少ないと失礼だろうと思い、雅子さまにもたくさん持ってお出ししました。全部食べきれずに残されたのですが、そのお皿を陛下が手に取って雅子さまが残した分を召し上がったんです。陛下はお優しいんだなと思いましたねと、当時から仲睦まじいお二人のエピソードを紹介してくれました。天皇皇后両陛下が山小屋で
カレーライスを召し上がられるお姿を想像するだけでもとても温かい気持ちになりますね。天皇陛下がおもてなししたい謎の食事相手とは。天皇陛下といえばいつも穏やかに微笑んでいらっしゃるイメージで、相手の行動に対してもとても寛容であると思われるのではないでしょうか。それはもちろん間違いではないのですが、先の話題にも上った大前科の渡辺さんによると、当時皇太子だった成仁親王がそれまで食事のメニューに注文をつけたことがなかったというのに、初めてメニューを差し戻されたことがあるというんです。なぜ寛容な成仁親王がメニューに注文をつけられたのか、順を追って説明していきたいと思います。ある日、皇太子付きの職員から大前科渡辺さんのもとへプライベートなお客様とのお食事で中華料理のリクエストが入りました。皇太子殿下とお客様のお二人だけの食事です。それだけの情報では相手が誰なのか、男性なのか女性なのかも分かりません。プライベートということは通常の食費の予算の中から捻出するので、贅沢な食材をふんだんに使えるわけではない赤坂仮御所でのお食事。渡辺さんが普段通りに近いメニューを提案したところ、メニューの件ですが内容をもう少し直してもらえませんかと注文をつけられたそうなんです。普段からも大前科の労力や予算に気遣われる成仁親王でしたので、この発言に大前科も驚きを隠せません。今まで一度も大前科の組んだメニューに対して変えてほしいとおっしゃらなかった成仁親王が、初めて差し戻してご要望を伝えてこられたわけですから、今回のお客様はよほど特別な方なのだと察した渡辺さんたち。当初は小エビを使うはずだったエビ料理は伊勢エビに変えて食材をグレードアップ、またフカヒレもメニューに加えるなど、メニュー自体も組み直したそうです。そして当日になってもお客様が誰だかわからないままの渡辺さんたちでしたが、普段と様子の違う成仁親王のためにいつにも増して気合を入れて調理したといいます。料理の乗ったお皿がきれいになって帰ってきたのを見た時には安堵したそうです。結局この日は大前科が廊下に出て見送りすることもなく、お客様が誰なのかは謎のまま。後に成仁親王のお妃報道で騒がしくなると、あの時のお客様は雅子様だったのではと大前科の中でも噂には上ったそうですが、真実は分かりません。しかし成仁親王と雅子様のご結婚後、渡辺さんは真実を知ることになります。雅子様と渡辺さんが正式に挨拶を交わした時に、なんと雅子様から直接お礼を言われたそう。しかも雅子様はお礼だけではなく、渡辺さんのご著書西洋食作法は外務省時代から拝読していますとまでお伝えになられたそうです。お知り合いになる前から読んでもらっていたなんて、渡辺さんもさぞ嬉しかったことでしょう。雅子様がいかに勉強家でお優しい心遣いができる方なんだと改めて思わされますね。またこのエピソードで天皇陛下がいかにお若い頃から周囲やご自身の生活に気を配られ、職員たちからも慕われていらっしゃることがよくわかりますし、とはいえ雅子様のためには少しご無理をなさるところは微笑ましく、そこには深い愛情すら感じられますね。余談にはなりますが、雅子様は非常に美食家なんだなと思われるかもしれませんが、雅子様はたこ焼きも大好きなんだとか。皇室関係者によると、職員がたこ焼きを買い出しに行かれることもあるそうで、雅子様は高価なものしか食べないというわけなのではなく、食べることが非常にお好きで、だからこそ作ることも熱心にこなされるのではないでしょうか。たこ焼きを頬張られる雅子様を想像すると、こちらの方も緩んでしまいますね。今回は天皇皇后両陛下を中心とした料理の話題を紹介してきました。お料理一つ、お食事一つをとってみても、天皇皇后両陛下の素晴らしい人間性が見えてきますね。高価なものをただ召し上がるのではなく、常に食材にも作り手にも感謝されている姿こそが、美味しい料理、食事につながっていき、周囲からも尊敬される品格へとつながっていくのではないでしょうか。皆さんはどの部分が印象に残ったでしょうか。
チャンネル登録、高評価、コメントもぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。